えー、ルーシーをやらせていただきますす大塚です、えー、っと私も「サンモオンペラ」は本当に大好きな作品なので関わることができて本当に幸せに思っております、えーっと。このチラシの撮影の時からですねもう宮田さんにもうとにかく目力そして肉食でというふうに、うん、<laughs> おっしゃっていて <laughs> もうとにかく目標のようにというあの注文を 受けていたので、もう本当に、あの濃ゆいあの先輩方、そして <laughs> え宮田さん、谷川さん、志さんをはじめ、本当に素晴らしいスタッフの皆様にえの胸をお借りして、ですね貪欲にしたたかに、そして肉食的に強くルーシーとして、舞台上で生きられたらなと思っていまますす私自身も本当に楽しみしししみていいよろしくお願いします。